どん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 さ。こういうタイミングが。皆さん、こんにちは。今日は、僕が小学校を卒業したので、思い出の動画をママが作ったので。そうだね、ちょっとね。ママ様。ちょっとだけ。リア、え、冷た。だって畑やったの。農民なんだよね。農家は農家なんだよね、リアとリコ最近。いや、コミュニティってとこいたの。リアは髪切ったんだよね。そうです。へへへ。はい、見てみましょう。こっち。こっち。ハッピーバースデーかわいい。誰の歌なの？あ、それ小学校じゃないかもね。え？6歳だからまだ幼稚園じゃん。そっか。え、カズ今何年生だろう。年長さんだよ、きっと。この経験。何事？あ、この経覚えてる？この時覚えてる。願い事僕してなかった。でもね、やばい、願い事してなかったって感じで。願い事。願い事した？懐かしい2年の頃だ。これ誰？誰？カズ？カイ？あ、カイか。それ2年？カイくん。いい。全然聞こえる。懐かしいと思う。2年だ。じゃあ1年のビデオなかったの？これ何してたの？1は確かそうなんですよ。何してたんですか？私は違うの。これ覚えてるよ。よく覚えてる。これ何年生くらい？叫び方も変わってないの。シャツ1回って書いてある。ほら、ハリアの髪見て。夏日の人形って感じだよね。はい、リア。カイがリアやってる。なんで懐かしいコーソファー。懐かしい。コーソファー気持ちよかったよ。本当。今なんかあの肌で触るとチクチクするの。朝の肌とか分かる。なんかリアさ、前のやつどんなさソファーだったっけって思った。そあ、全然違う。
ダルちゃん。出る、分かった。あ、これも覚えてる、楽しかった。ね、また行きたいね。ちょっとちゃんと見なきゃよくわかんない。ダメだな。楽しそうだな。なんかさ、リコ、あ、覚えてる覚えてる。リコ、怖いって言ってるよ。リコの怖いって言ってるよ。そして決まったやつに座ったんだよね。怖い。まずが4年生の時です。うわ、僕腰高いの。あ、腰、もうちょっと低くしなきゃいけないの。そうやって。君が大事ね。どんどん4年生。声のタイミングが変だし、声、あ、見て、声も音声出してないさ。あ、そうなの。まあ、慣れてないんじゃないよ、年数で始めたばっかりで。全然強く打ってないじゃん、もう一回でしょ。あ、そうなの。見てよ、これ。あ、わかるよ。バン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 。ちょっと音感動が異常だな。あ、あーねえ、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 ねめっちゃ幸せだった。なんか？で、リア君も一緒にするかな。ネイラビガール。いいよ。今の方が上手だね。うん。あ、ここ覚えてる。うん、お馬さんになれなかったね。っていうか、そのパーツ覚えたのどこに懐かしい。普通の服で学校行くって幸せだね。行ってきますって言って。バイバーイ。バイバーイ。赤いショット覚えた。懐かしいね、楽しかったよね。いただく。これどういうの。写真かと思ってみんなずっとこうやって待ってる。一応何年生？ん？何年生？3年生。例えば259ユーロのテレビを買うと 51.80 ポイントとなります。そのポイントはお金になり、そのお金でお買い物をしているのでとっても便利です。そしていっぱいお買い物をするとゴールドカードというカードをもらえます。ゴールドカードでお買い物をすればさらにもらえる商品もあります。次に、なぜ肉や魚が冷凍されたり、魚の売り場で氷の上に乗せられたり、うん、そうだ。OK, when you're ready. これママたちね、マルタっていうところです。マルタの住む前の家なんだ。知ってる。これ、今僕だって、何見たことあるの。リアさんに行くのに赤ちゃんの時に行ったことある。これやめ、頭ぶつけそうだからやめろって言われたら行ったの？かも。あーママこれ誰？ジュンジンだって。ジュンジンだね。気持ちいい。すごいジュンジンまだ来た。すごい。頭
カズ、what's June?Thank you, Kat. You just did it. Good boy, Tom Tom. Good boy, Tom Tom. Mama, これって誰？これ読めない。Daughter. これは？これは？Sophie. Sophie. Daughter を読めない時間時期があったんだと思うよ。カズ、ご飯食べない？ママカズヤのさ、なんかママめっちゃ変な顔でずっと手を叩いて。ママリコさ、カズのほっぺがなんか気がつける、No. 時の顔がリコ好き。カズが笑ってるのリア好きなみたいな顔。No. あ、これだ。だけどそこかどうかは分かんない。そうです。ママリアリコ初めて好きにしたのこれ、ね、うん。ああ、1年生のリアリコの始まり。え、1年生の始まりでも終わりだ。リアリコ髪の毛出ちゃう。本当だ、終わりだ、うん、終わりです。どうだった、それの日本人学校、日本人学校の1年間は、あ、6年間はどうだった？8年間ですよ。8年間どうだった？これがいい。面白かったです。今戻れるって言ったら戻る？ちょっといつかインターに行かないといけないでしょ。そうだね。ほらほら、卒業式終わった時さ、本当に僕はもう小学校が終わったのかみたいな感じだった。うーん、まあ、インター頑張りましょうね。はい、3, 2, 1, アディオ。また見てね。